4人の大統領の彫像。ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、セオドア・ルーズベルト、エーブラハム・リン・カーン。ラシュモア3全体像。彫刻した岩方が大量に溜まっている。彫刻前のラシュモア3、1905年。ラシュモア3国立記念公園は、アメリカ・サウスダコタ州、キーストーンに所在し、アメリカ合衆国の成立、発展、開発を記念する建造物である。 同公園の面積は1278エーカーである。1925年3月3日に国定記念建造物に指定された。アメリカ政府から委託されたガットスンボーグラムが400人の作業員とともに標高1745メートルのラシモア山の白い花崗岩の路頭に1927年から1941年10月31日まで14年間を かけて高さ60フィートにも及ぶ巨大な胸像を掘った。掘られているのはアメリカ合衆国建国から150年間の歴史に名を残す4人の大統領である。ラシュモアさんの加工岩は16億年前にでき、非常に硬質で彫刻作業は困難を極めたためダイナマイトで砕きながらの作業となった。硬質な岩盤が選ばれた理由はアメリカの象徴とも言える。 このモニュメントが長期にわたって風化しないようにという配慮からである。この岩石は非常に硬質であるため、1万年経過しても彫刻の原型を保てると推測されている。1998年から2008年にかけて広範な再開発事業が行われ、新ビジターセンター及び博物館、プレジデンタルトレイルなどが整備された。なお、完成後しばらくの間は、 このモニュメントに一般人がロッククライミングすることも可能だった。しかし現在ではメンテナンスのため特別な許可を受けたもの以外のモニュメントへのロッククライミングは禁止されている。このあたりはゴールドラッシュ期に白人とアメリカインディアンとの激しい抗争が繰り返された地で大統領の彫刻が彫られたラシモアさんを含むブラックヒルズは古くより アメリカインディアンの聖地とされていた。1868年の第2次ララミートリデ条約でアメリカ政府は一帯をグレート・スー・ネーション、水族固有の土地として確約した。しかし、数年後には条約は一方的に破棄され、この土地もアメリカ政府によって没収されていった。また、この山に大統領の彫刻が彫られると、これに対抗するかのように、 この聖地を守るために白人と戦った、リトルビッグホーンの戦いで知られるラコタ数族の英雄、クレイジーホースの巨大な彫刻が、民間の白人家族の手によって、同じブラックヒルズの岩盤に彫られている。1948年より制作中であるが、水族伝統派はこの像について、クレイジーホースの精神を汚すものだとして、猛反発している。1971年、 ラッセル・ミーンズら、アメリカ・インディアン運動の運動家と支援白人たちが、大統領像の頂上に登り、条約の有効とこの山の占有権の確認を求め、座り込みを行った。その際、彼らは、ジョージ・ワシントンの頭の上に正弁をかけて見せた。彫刻の様子、北北西に震度を取れ1959年公開の、アルフレッド・ヒッチコック監督映画作品。クライマックスシーンでは、 同記念公園の彫刻が舞台となった。ロケーション撮影ではなく、スタジオに巨大なセットが組まれた。スーパーマン2。1981年公開の映画作品大統領の彫像が悪役のゾット将軍一味の顔にすり替えられてしまう。チームアメリカワールドポリス2004年公開の映画作品チームアメリカの秘密基地として登場し、ワシントンの口からは？ 空飛ぶリムジン、ジェファーソンの顔からは、ヘリコプター、ルーズベルトの頭からは、戦闘機、リンカーンの口からは、ジャイロジェットが発信した。ナショナルトレジャーリンカーン暗殺者の日記2007年公開の映画作品。インディアンによって築かれた黄金都市が眠る場所として、ラシモアさんが登場した。世界大百科事典、第二版の解説。コトバンク。 2018年7月29日閲覧。レームディアー、ジョンリチャード・アードス。レームディアー・シーカー・オブ・ビジョンズ。サイモンシュスター。ニューヨーク、ニューヨーク。1972。ペーパーバック・ハット・インロック。ディープ・パープル・ザ・オフィシャル・ウェブ・サイト・ペイド・インク。2007年8月26日閲覧。リッチ・リッチ・ムービー・クリップ。マウント・リッチ・モア・ HD ・ YouTube。 www.youtube.com 2020年8月31日閲覧ありがとうございます。